ザーベックは、ドイツ連邦共和国のルトラインベストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト軍に属す、町村である。この町は、ミュンスターラント北部に位置している。2012年3月17日以降、ザーベックは公式に、NRW クリマコムネというニックネームを、有している。ザーベックは、北と、東は、テックレンブルガーラントに属す、ヘルステル。 イベンビューレン、テックレインブルク、ラドベルゲン、南と西は、ミューンスターラントに属すグレーベンとエムスデッテンに接している。町は公式に、ザーベック地区とアムシュールカンプ地区とに分けられる。さらに、ベストラドベルゲン農地、ミッデンドルフ農地、ン人間農地がある。最初にザーベックの名前が明記されたのは1100年、頃である。遠く離れた。 フレッケンホルスト修道院に年貢を納めなければならなかった定住者の農場の中にサービーキーホイオという名前の農場があった。ザーベックは1122年にカッペンベルク修道院の所領としてカーティス・ソーベックという表記で初めて文献に記録されている。この他に教会が1161年の皇帝フリードリヒ一世による所領確認書に 司祭区が1196年に記録されているのが、ザーベックの最初期の記録である。教会と司祭によって、キルヒシュピール・ザーベックが成立し、自人間、ミッデンドルフ、ドルフバウアーシャフト、ベストラドベルゲンがこれに属した。1498年のミュンスター市教の土地大帳に、自人間に23、ミッデンドルフに20、ドルフバウアーシャフトに24、 ベストラドベルゲンに23の農場が記されていることがザーベックの発展を示している。この頃、ザーベックには600人から700人の住民がおり、村の住民は主に手工業と商業で生計を立てていた。1816年に、プロイセン王国ベストファーレン州のミュンスター軍に属す。以前、ザーベックは1400年から1803年まで、ミュンスター市協領に属していた。 1806年から1813年まではナポレオン・ボナパルトによるフランス占領下に置かれていた。この小さな村は30年戦争中に死者を出した1628年のスペイン洋兵の将軍勢との戦闘や1832年の激しい嵐の後の危機を経験した。プロイセンの改革後にやっとその頃まで残っていた封建制度が解消され、 ザーベックに住む農民は、濃度制度から解放された。ザーベックの人口は19世紀前半までに、約1900人に増加した。第一次世界大戦を及び第二次世界大戦で、ザーベックは、直接的な軍事攻撃を免れたが、暗号名、ラインザルムの大規模な野衆が、町の北部で行われた。ドルトムント・エムスク・運ンは、しばしば連合国による、 爆撃目標となった。ベストラドベルゲンの農場は、これによりほぼ完全に壊滅し、さらにこうした攻撃によって運河が定期的に決壊したために、大きな損害を被った。ザーベックは1975年1月1日から、新設された、シュタインフルト軍に属した。この町は、土地と住民を隣接する、エムスデッテン、グレーベン、ラドベルゲン、 テックレンブルクンに活用しなければならなかったものの自治権を保持することができた。1994年にフランスの町フェリエルアンイコールガティネと姉妹自治体となった。さらに2001年6月にリトアニアのリエタバスと姉妹自治体関係を結んだ。ザーベックの町役場1999年からビルフリートロースが町長を務めている。この無所属の外交。 行政の庁は2015年の庁長選挙では対立候補がなく86.5%の支持票を集めて再選された。この町の議会は20人の町議会議員と主張で構成されている。クリマコムーネ・ザーベックエネルギーパークの旧エンペ号の太陽光発電機敷設工事バイオエネルギーパーク・ザーベック・ザーベックは2009年に NRW のクリマコムネとなった。この村落は、西ミュンスターラントのボホルトと、賞金330万ユーロの賞を分け合い、この賞に応募したコンセプトを実現するために110万ユーロを獲得した。この町の目標は、2030年までに、消費するエネルギーよりも多くのエネルギーを、再生可能なエネルギー源から得ることである。投資家からの紹介も多く、 この目標は数年間で達成可能と思われる。三つの重要なリーディングプロジェクトは以下のものであるザーベッカー増年材店。町は太陽光エネルギーの利用を促進している。町のすべての屋根に太陽光発電機を取り付けようと試みている。地元の銀行はこれに対応する促進プログラムを設けた。地元の信用金庫の支援を受けた町民エネルギー。 共同組合、エネルギーフュアザーベックは投資のための財政基盤を形成している。このエネルギー共同組合は、バイオエネルギーパークの太陽光発電機の2、3を調達し、風力発電への投資も計画している。ザーベッカーアインジヒ展、町の学校、スポーツセンターは、近郊温熱網による、セントラルヒーティングがなされている。かつての、本家庭学校には、 プロジェクト全体のインフォメーションセンターに位置付けられるガラスフロントの裏にペレットストーブが設けられている。中のステーションをめぐるエネルギー学習路は再生可能エネルギーとエネルギーの節約術について情報提供を行っている。ザーベッカーシュトフシュトレーメ、この町は町内にあった広さ90ヘクタールの球団薬校を購入した。その後、 ここに大規模なバイオエネルギーパークが設けられた。エンビテックバイオガス社のメガワット規模のバイオガス発電施設の他に、それぞれ3メガワットの出力を有する、支柱の高さ149メートルのタイプスエネル圏 E-101 の風力発電機7機が2013年に設けられた。その前にある74機の旧エンペイ号では2012年の 夏に6.4メガワットの太陽光発電施設が稼働を開始した。この他に、シュタインフルト郡の中央大飛化施設がここにある。木片からペレットへ、糞便から肥料への再生が取り組んでいる、もう一つのプロジェクトである。現在のルトラインベストファーレン州の塩の備蓄が保管されている。 救援兵号内の活用プロジェクトが議論されている。住民バス2007年から、エムスイコールザーベック住民バス協会が組織されている。これにより、特に高齢者の移動を確保するために、公共近郊旅客交通が行き届かない路線に2台の8人乗りバスを運行させることを目的としている。住民バス内は、エムスデッテンとザーベックとの間を、住民バス通は。 エムスデッテン市内を運行している。多世代、シェアハウスザーベックの多世代、シェアハウス級長役場内に2008年に連邦基金の支援を受けてザーベックコルピング職人組合が運営する多世代、シェアハウスが設けられた。この施設の維持には住民の基金が充てられている。多くのグループがこの建物に家族的な幸福を見出している。 ハウス内のカフェザモッカは、レッダージュ3所が経営し、障害者によって運営されている。図柄、赤字に三輪の金色のエニシダの花。その上下に、金色の波体。聖ゲオルク教会ザーベックの最初の教会に関する記述は、皇帝ハインリヒ5世の1161年の文書に、残されている。1200年頃に、ザーベックに、 初めて石像の教会が建設された。この教会は、その壁の後からおそらくロマネスク様式であったと推測される。16世紀初めに、現在の場所により大きな建物が、後期ゴシック様式で建設され、等が高くされた。入り口には1526年の年号が刻まれている。この教会は19世紀に老朽化のために取り壊され、 1896年から1898年に現在の教会堂に建て替えられた。1917年に教会に彩色がなされた。壁は1960年代に漆喰で塗り込められ、1980年代の修復工事によって再び日の目を見た。これはベスト・ファーレンでは珍しいネオゴシック絵画の美しい作例とされている。 この他の、この教会の見応えのある備品としては、13世紀の荒いライ,ライバン、後期ゴシック様式の聖母像、18世紀に制作されたバロック様式のピエタ、ネオゴシック様式の彩色ガラスがある。姉妹教会制御オルク教区教会には、姉妹教会組織が存在する、自人間の風車ザーベックは、伝統的に農業を主体としていた。郊外には、現在も、 家畜の繁殖や皮育に特化した多くの農場がある。農業会議所や軍農業連合の運営を行っているシュタインフルト軍のグリュルネス・セントルムはザーベックに本部を置いている。やがてザーベックに多くの工業地区が設けられ、例えば風力発電機、オフショアプラットフォーム及び飛行機や自動車製造のための対荷重部品製造、バイオガス発電機製造、 ソフトウェア企業などがこの町に現れた。ザーベックには3つの大きな工業地区がある。北部産業地区にはまだ広い空き地が残っている。営業税の負荷率は450%である。ザーベックは、ライネとバーレンドルフトを結ぶ、連邦道 B475 号線及び、イベンビューレントミュンスターとを結ぶ、連邦道。 B219 号線沿いに位置している。町外の比較的近い場所、連邦アウトバーン A1 号線と連邦アウトバーン A30 号線が通っている。南東約6キロメートルの距離に、ミュンスター、オスナブリュック空港がある。ザーベックのすぐ近くに、ドルムントイコールエムスウンダのデーレンテコ港と民営のエルリー飛行がある。デーレンテ港は、 貨物専用の支線でトイトブルガーバルト鉄道のイベンビューレン・レンゲリヒ・ギュータースロー線に接続する。ザーベックではミュンスターラント交通共同体のバス路線が利用できる。この路線はエムスデッテン駅、グレーベン駅、イベンビューレン駅、ミュンスター駅及びミュンスター、オスナブリュック空港を結んでいる。住民バスが公共近郊量格交通の便を改善している。 この町には、公立の学校が2校、すなわちセイゲオルク基礎家庭学校と、マクシミリアンコルベ総合学校がある。校舎は、シュタインフルト軍全域から1000人以上の生徒が在籍しており、ザーベックの重要な社会的、文化的ファクターとなっている。グリューネス・ツェントルム・ザーベックには2000年から、グリューネ・ツェントルムがある。ここには、 シュタインフルト軍の4つの農業関連組織が入居している。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ドイツの土地税及び営業税の税率は全国共通の基本税率に付加率をかけた値となる。ありがとうございます。